皆さん、ごきげんよう。今回も前回の続きからです。今回は前回よりもう少し南へ進んでみます。では参りましょう。ヴォンゲルさん、せっかく入手したのでホーカーのお肉をお供えします。多分そのお友達も残念なことになっているはずなので、これでホワイトショアに自宅として使える物件をゲットできたわけです。
強化されたドラウグルの中には、敵対状態だと暗殺でもワンパンできないタイプがいます。この吹雪の騎士もそうです。私を含め、漫画やアニメに馴染んだ日本人は、氷雪系のキャラクターを軽く見る傾向があると思います。でも、この吹雪の騎士を同じように考えると、きっと痛い目を見ると思いますよ。
ファイアブレスが鬱陶しいのはいつものことなので、こういう集団戦ではあまり気になりません。むしろファイアブレスを使うドラウグルからではなく、他の先に倒すべきドラウグルを見極めてから処理していたので、私個人としてはナイスファイトでした。こんなに醜いのは意地悪としか言いようがありません。
この左のルートを通っていません。ダンジョンはクリアになりましたが、通っていないルートに気づいたので、また戻ってきます。
宝箱を見落としています。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。